はい皆さんこんにちはヘイ、hey, ウエスタンのお時間からやってまいりました伊藤圭介ですはいこんにちは平野大作ですはいもう4月も半ばに行きました13日う、うん、そうですねまああと今まあぼんやりしてられないというかね本当にあの季節に逆に自分が置いていかれるぐらいの感じで、うん、こうメニュー映るものがどんどん変わってる感じがしますよねああそうですね、うん、そう景色がね なんか違うついこの間までと全然違うって感じ早いですよねっっ桜桜って言って今年桜すごく咲いて、はい、まるで本当に花咲かじさんがいるような感じで桜咲いたんだけども、うん、で案外持った感じもあったんですけどでも、まあ、も,うもうないからね早いですよ、ね、これもう2週間ぐらいでゴールデンウィーク突入と。 だいたい29日が日曜日なんで、その前からもうゴールデンウィーク気分ていう感じあるじゃないですか、そうすると、本当早いなと思いますね、ゴールデンウィークを明けたら母の日ということで、先週も言いましたけど、母の日にお母様にお花をねということで、またぜひ、花粉症の方よろしくお願いいたします今日ちょっと後半、告知がありますあそうなんですか、ちゃんと皆さん聞いておいてくださいね、最後まで。 後半お得な告知がある。じゃあ先に言わなくていい <laughs>、うんうん。先、いや、言っといてもいい。先に言ってもいいですよ。いいですよ。っいいすよえっとね。あ、でも,も、もう、あの、オープニング終わっちゃうから。<laughs> <う>はい。この番組は、花粉車ソイルフラワーズの提供でお送りします。ソイルフラワーズプレゼンツ。伊藤圭介の。へー はいということであのこの番組オープニングの時間の決まりがあることを忘れていました、うん、そうですねはいししねそうです2分以内に絶対終わらないと <laughs> <laughs> うまくはまらなくなってしまうということで、はい、すいませんでしたであのすいません告知をじゃあちょっとしましょうよせっかくですからだ今ね話出てたように、うん、母の日が、はいえー、5月のいつ、うん、?13。 13, 13日は母の日です。うんうん、で今、あのー、うちのね豊橋のお店の近辺で、はいまあ、どれぐらいでも2,000部なのか3,000部ぐらい、えー、こうチラシをこれからまくんですよ。はい、でこのチラシは、はい、これをねお持ってお店に来て母の日のお花のご予約をねいただくと4月30日までは全商品10%オフ。 これれ持っててきくたらね5月入ってからは5%オフなので早めにご予約してねっていう意味なんですけどこのねチラシをねお店の近隣にばらまくんですけどチラシを持ってなくてもラジオ聞いたって言ってくれたらこのチラシを持ってきたのと同じ特典を。 サービスし豊橋のでお店なのでちょっとね浜松の方は難しいかなっていうとこあるんですけどで電話注文とかねその辺でラジオ聞いたって言われてもこれはダメなのでチラシ持ってお店来てくれた人に対する特典なのでまあ 知らせなくてもね、ラジオ聞いたよってお店に来て、注文ご予約をしていただけたお客様には10。10%オフ、まあ、もしくは五パーオフ。はい。うん、じゃ、あちょっと、あの、浜松の方もですね、豊橋にドライブついでに。うんまあね、あの、いくと、豊橋東脇三丁目八の十一です。はい、お店の場所は。そうですね。東脇ってどの辺東脇だから、東の方をちょっと。<laughs> あのね説明しにくいんすよね豊橋ね。で国道でずっとほら浜名バイパスでずっと行くじゃないですか豊橋方面に。で今新しい道そのまっすぐにじゃそのまあ新しい道でずっと行っちゃうんだけど。バイパスをね。あそこは行かないで行か降りたがいいですか。いやバイパス乗ってて浜名から行くならずっと乗ってて。乗っててあの途中で右に行くの。途中で降りる。降りる。ずっと乗っててね途中あのなんだろう。 えーとね神の神殿っていうインターンがあるのかな神の神殿、うん、神の神様ですか神の神様神殿そこでね降りて駅方面に向かって行ってもらうとなんとなくあります じゃあ、ナビのついてる方は限定でドライブですね。今、大抵ナビついてるからスマホで検索すればね。スマホでも検索できますので、豊橋市東脇三丁目、8の11です。これれだだけかば定休日日日は毎週木曜曜ですま第第水 そうか、ね、これまたややこしいんですよねこれ何でこんな決め方したのかな <laughs> 自,分の自分の会社じゃないですか <laughs> 社長が何を言って、うん、毎週木曜日と 1>、うんえー、第1第3第5の水曜日はお休みああ135 13の水曜日はお休み、うん、まあ5の水曜日はない月はありますけどもああそうそうそう <laughs> <laughs> そうなので、はい、またあの母の日のねお花、うん、ぜひお早めにご注文ご予約の方をお待ちしておりますので可愛いチラシなんで今豊橋方面で聞いてらっしゃる方はぜひこのチラシをゅッとしたらですね花粉ねそういう裏技でぜひ行ってください。うん ぜひおお待ちしてりますよ今動画の方にちょっとね映してますんでねまた放送終わった後動画がアップされますのでそちらもご覧頂ければというふうに思います。ということで今日4月13日なんですけれどもこの後はまた「坂場放浪記」今週もメインのコーナーになりますので先週に引き続きね吉田光則さん元サッカー日本代表。 はいはい、先週も伺いいろろ伺ったのは、うん、あのウクライナ戦が終わった後だったじゃないですか次の日だったんでところが今週の初めにびっくりするようなことがあって、ね、月曜日に、うん、あの田島幸三会長がサッカー協会会長が発表記者会見をして、はい、ハリル・ホジッチ監督は「 解雇とということにななっっててしまって、うん、お騒ぎになっ、うん、あと2か月しかないねどうすんの、ね、みたいな声もいっぱいあるんですけどそれが終わった後に聞いてもらったかなってまた聞きたいなとか思ってますけどねまたワールドカップの頃ねちょっと聞けたらいいなと思いますけどもね。ということでこのあとですね一曲挟んでですね「酒場放浪癖」は吉田光則さんということでお楽しみに。と、はいうことでお楽しみに。それでは1曲目はですね「1742年4月13日」。 ね、今日4月13日、うん、1 7百0年の何年前ですか三百三3 0 0年ぐらい前の話ですけど <laughs>、はい、あのヘンデルのオラトリオ「メサイア」というのが。 ダブリンで初演ヘンデルってドイツだと思うんだけどダブリンンってアイランドなんそれで <laughs> ここで初演されたんですよこの「メサイア」っていうのが。<ー>メサイアってあの「救世主」っていう意味ですだからまあキリスト教に絡んだ、まあ、曲ということになりますけれどもうん、うん、これの第2部のラストに「ハレルヤ」。 ハレってこれをちょっとね今日は聞いてみたいと思うんですが CD 見たところですね、はい、いろんな曲が入っていてそれであのやってるのがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でカラヤンの指揮っていうのとうん、うん、それからミラノ・スカラザ管弦楽団でと合唱団で、うん、クラウディオ・アバド指揮っていうのがあるんですけど<ー>これだけどこれハレルヤーコーラスなんでだから合唱団だから多分。うん ミラノスカラナザーの方の合唱団じゃないかなと思うんですけれども詳しい方は聞けば分かると思いますんでわかりますよこれは私は分かりませんけれども <laughs> はいそれでは早速聞いてくださいハレルヤということでねあの何分なんかもよく分からない わわかかんないいですね、もう一回「ハレルイヤ」が出てきたらちょっとビジュレブしようと思ったんだけどこれは皆さんを聴きいただいて「ああ」ってわかると思うんですけどもこの曲大体年末にですねあのベートーベンの「大工、喜びの歌」これは有名ですけれどもこの「ハレルイヤ」もやっぱり年末に大体やるというね曲なんだそうです。 今四月ですけど、まあこれが初めて、うん、あの世間様に発表された日ということで。京都。そう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 。うん、でかけてみたんですよ。まあ。ね、まあこの時期っていうのは、雨が降ったり、晴れたりと、コロコロ変わるんだけど。うんうん、気持ちとしては、まあ新学期も始まったし、晴れるやっていうことで、行ってみたいということで。こ、ねうん、じつけですけど、あのかけてみ <laughs> ました。はい。<laughs> ええー、ヘンデル作曲、ハデルヤでした。終わった。さあ、すごい、ぴったり。ぴったり。はい。 伊藤圭介のさかなの酒場放浪壁壁壁 はあのエコンがか,かってる風な感じなのでちょっと、うん、先週はもっとたくさん平「平気って言ってみたんですけど。うん あまりにもその前の前番組真似してる風に聞かして悪いああ、うん、ちょっと現場さんに悪いので2回にしてみました <laughs>、はいえー。ということで先ほど言いましたように、はい、えっとこれ3月28日にね、はい、収録をしまして、うんねうん、先週第1回ということで半分、はい、あのやりましたけどもさすがにあの現場にいた方 うん、のそのなんて言うの言葉っていうのがね説得力があるという話をしましたがその後まあ吉田さんご自身もどんな活動されてるのかって含めてうん、うん、今日は聞いてもらおうかなというふうに思います、はい。はい さて先週に引き続きゲストは吉田光則さん。はいはい、ありがとうございます。はいよろしくお願いします。で、ね、ケンケさん <laughs>、はい、話しすぎ <laughs> 話し俺がインターバル話しすぎ <laughs> あインターバルね <laughs> はいすみませんインターバルのことはすいません本当にあの。 ラジオを聞く皆さんにこの場にいていただければよかったんですけど、残念ながらめっちゃ来いから、もうあの最初の1回目の収録を始める前もたくさん謝ってましたんでね、はい、うん、それ聞いていただけないのは残念ですけど、はい、あのまたあのちょっとね、間を置いてまた吉田さんに来ていただきます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、それで今あの吉田さんはね、あの故郷カリアにいらっしゃるということで、で、まあ 刈谷工業高校からその山発動機に入られて、はいはい、でもそれはテストテスト生ですねテスト生なんだよそうなんですか、はい、<う>まああの、ね、いきさつはですねあの高校の時にまあ新聞を見ててですね、はいえー、見出しは東海の暴れん坊山発動機、はい、スター,あーっていう見出しでですね、えーえー あのに杉山さんのコメントとか載ってて杉山隆一さんはい杉山隆一さんは僕は小学校6年生のときに刈谷に来ていただいてサッカー教室を見ては先ほどちょっと奥大輔の話もしてたんですけど杉山さんの背中が非常に大きくてオーラがあってふくろはぎはさっきの大輔の話じゃないですけど衣装瓶がひっくり返ったような大きなふくろはぎで。 コーラに憧れてですねぜひヤマハサッカー部でプレーしたいということで刈谷から JR で通ってテスト予選としてしつこいくらい行きましたね、なんとか合格をいただいて入団に行きたったわけですけど。ということは刈谷がふるさとなんですけども。 今、それで吉田さんは借リアにいらっしゃって、吉田サッカースクールという、株式会社吉田サッカースクールという、代表取締役。ということは、子どもたちの指導をされているそうですね3つのスポーツ事業をやってて、スクール事業と、あとセミナーですね、講習会やったり、視聴者講習会やったり、あとイベントですね。 あの3つの、まああのー、スポーツ事業あるや、はい、また近隣の引きの地区で、ですね、うんはい、やらせていただいております子どもたちに教えるだけじゃなくて、そのしはい、指導者の方の指導もされる,、ね、るということなんですね、はいはい、それは大体、あの要するに子どものサッカーの,、はい、その指導っていうのは、こんなふうにっていうことを伝えるっていう。はい そうです,、ね、ですかね。はい、あの、まあ、それぞれの指導者の方、コンセプトを持ってやられていると思うので。<laughs> はい、私はこういうふうに考えてますよ。いう中であなるほどね。うんはい、あ、まあ、こうやんなきゃいけないっていうことじゃなくて、ね、そう、はい、ですね。やらせていただいております。で、それはだから、リア近辺の皆さん、結構。来るっていう感じですかね。で、あの、吉田サッカースクールって、何年生から。 やってるんですか。ええとですね、今幼稚園の子供から、幼稚園からや、はいはいはい。あと六年生までですね。六年生はい。で男女です。はい男女で。はい。でまあチーム登録として、はい。女の子がうんえアルフトゥロレディスというチームを作ってですね。ええはい。あとまあケスケさん後でご紹介してくれると思うんですけど、まあ FC カリアさんがはいはい今度ですねそうです。J リーグに。 向かうと、FC からやって、今、東海リーグ東海リーグなんですけど、要するに地域リーグですから、東海リーグの上は JFL という全国リーグになるわけですね、今、静岡でいうと、本 o f c が2連覇中なんですけれども、そこにまず行って、その上が J3 になるわけですね、沼津とか藤枝がやってますけれども、そこをまず目指していこうっていうことに、いいようになった。 発発表表さされれたたんですねましオーナーもしっかりつきまして、本格的に GI にを買うという宣言をしましたので、その下部組織として、吉田サッカースクールが提携をして、今度、4月からアダー1 3の立ち上げで、男子、女子両輪で FC カリアの下部組織として。 スタートするとと、はい、いうことになりましたアンダー三。13男の子は13です。今後はあのー、その子たちが大きくなっていったときには、うん、ユースを作りながらトップチームを目指すと。要するに中学生、はい、高校生のチームを作っていくという,、はいうね、ことなんですよね。リーグに なるためにはそれが必要だということですね,ですね、はい、クラブライセンス制度というのがありますので株組織として、うんはい、アンダーを持つと、うんうん、そうですね<ー>アスルクラブノーズもあの今年からあれですもんね、はい、ユースのチームを予約、はい、作ってやってるんでん要するにそういう高校生や中学生の、うん、あの チーム育成のチームっていうのが、はい、やっぱり必要になってくるんですね、はい、すね J リーグに上がるためにね、そこのところを、はい、その吉田サッカースクールで受け持つっていうような形になるんですね。それはでも、上につながる、J リーグにつながるっていうところでうですね。 我々の先輩たちがですね全国で刈谷高校の先輩たちですよねが全国優勝したりしていてそれから少し全国から離れてるんですけどもまたサッカーの街を復活させたいということで長谷神二さんというオーナーがついてですね本格的に J に向かうと三河、愛知県の組織図はですね 一応三河と終わりということで終わりはグランパスさんがあるとで三河は狩り上がるとそれながらね終わりには負けないっていうのがねちょっと頑張っていきたいなとなるほどね。から狩り上なんかは西三河ですから名古屋に非常に近いところでありながらやっぱり三河なんだっていうねそのアイデンティティがありうちの三河でやるんだっていうことなんですよね うん、浜松も負けはね、浜松, <laughs> 浜松は、まあまあ、ジュビロがね、岩、あ、田、のーうん、ですけど、微妙な感じはしますね <laughs> その、うん、微妙な感じはするんですよ、だから、アクトタワーができるときに、あそこに、あのー、スタジアムができれば、それは浜松になったかもしれないですけど、そういうふうなことをアウが出した人は多分いるはずなんですけど。うん アクトタワーになりましたので、<laughs> うん、あの、そう、まあ、でも、まあ、岩田は岩田でもね、うん、あいにやってますから。で、まあ、本田さんはね、はい、浜松でやってて、うん、まあ、本田技研と。山田発動機という日本リーグの時代は、天竜川決戦あ,、うん、ありましたね。昔ね。そうそう、天竜川決戦だったんですよね。僕は入社した時は、本田の、あの、インタビュー担当みたいな。はい <laughs> その後実況を初めてやらせてもらったのはヤマハ発動機なんですけど、はい、そうそういう形でだけど、あの頃ってすごくて、はい、そのこっちこ,こにその本田意見があり岩田にヤマハ発動機がありでグランパスになったトヨタトヨタ自動車がスだったんですよ、はい、だから裾野でも中継があったんですよ。 え日本リーグって10チームがそこらぐらいですよね2チ、は、ー、い<と>ね、がね、はい、でその中に三、ね、3チーム岡導にチーちまったんですよ<ー>でまあトヨタはあの名古屋に行ってグランパスになりましたでその後あと藤枝ブルックスっていう J リーグ目指したんだけどそれが 福岡ブルックスになり今アビスパ福岡でしょで浜松に PGM フューチャーズっていうのがあってありましたねそうなんですよそれが今トスに移ってトスフューチャーズからサガントスになったんですよで静岡すげえなって思いますけどねそうそうなんですよでその頃に PGM でやってたあの方があのトスフューチャーズも行って 今森下さんというのジュビロの監督やった森下仁しさんもいるんだけど、はい、そうじゃない森下仁しさんも監督やってらっしゃって J3 で。そうなんですよっていうねその人もねーチームもすごいその全国に。はい 発展してるというかさすが圭介さんですよね、よく知ってますね、その通りですね、みんなが静岡から発信してますってので、だからこそ、今、もともとの静岡がやっぱり強くなきゃいけないっていうのはあですね。 今刈谷の話したんですよね、吉田サッカースクールで、そうやって子供たちを教えるようになって、何年ぐらいやって子供たちを教えるのって、6年ですかね、そうする最初の子供たちは大きくなりましたね、だからやっぱりいろんなところに出て行ったりする子もいる。 ュビロに来てる子はうちのスクールではないんですけど大南拓磨が刈谷の出身であと大道かな藤枝純心高校なんですけども女子サッカー部で今、高校1年生15歳のときかな一度アンダー1 6の代表候補に入りまして。 えすごいですよね。だって藤枝順心だってあの全国優勝をするチームですからね。でその子がですね、大道かなちゃんはですね、うちのスクール六年生の時にあの佐々木ののりさんをあの公演でなぜしこの代表の監督ですね優勝した。でのりさんを呼んだ時にあなたは私したんですよ。 で私たちもなでしこも目指して頑張りますって言ってた子が、はい、<ー>まずは16に入ったのであ、はい、あいいことお面白いなと思いましてですねすごいですね、まあ、そしたら<ー>あの静岡で頑張ってます、ね、<ー>ははいい。また応援してあげてくださいそうですねあの純真の大道かなちゃんです大道かなちゃ 藤順心だったらやっぱりすごい子があちこちから来てますのでそうそこで切磋琢磨してさらに伸びていく可能性がすごくあるんで楽しみでですすすよねねごいまた女子もなでしこをなんとか目指せるようなチームを作りたいなと思っているのでまた、ねそういう子があ他のクラブ行くかもしれないですけど。 借り上げに帰ってきて、そうですよ、ね、そなデシックを目指すチームに帰ってきてくれるといいいなと思いますね今その、ずっとその吉田サッカースクールで子供たちの指導をしてる時、はいるときに吉田さんが一番、こう 注意していることというかこう将来、こんなふうになってほしいなとか思いながらね教えていると思うんですけどどんんななことなんですか、ね、あのやっぱり僕自身がそのサッカーで学んだことはもちろん感謝もあるんですけどあのピッチの中で自分しか選べないことっていうのがあるのでやっぱりその何を見るかであの見て考えて動くっていうこれは当たり前じゃないですか。ただし あのどの視野でプレーするかが大事で、うん、何を見てその中でどう判断して動くかって、うん、見るものが大事なんですね、<ー>違うものを見てたら、うん、あの違う判断に繋がっちゃうのでうあの目線をすごく大事にして、はい、ど,どの状況をしっかり捉えた中でプレーしてるかっていう子どもの目線を確認してます、うん、その中でどういう選び方をしているのかを注意深く見ながら。うんはい ああアドバイスすするようにはしてまなるほどねで今の,その日本のね、はい、さっきも,さっきもとか先週ですけど、はい、あの代表のサッカーとかご覧になってる中でね、はいうん、いやもっとこういう風にしてほしいなっていうこともやっぱ子どもの時代からこういうことを学んでほしいっていうのがいっぱいあると思うんですけど個性が大事だと思うので、うん、その子にしかやっぱできないものと、うん、できない その子しか見えない目線というのがあると思うので、はいうん、あのー、まあ先日の代表戦を見て思ったのが、はい、自分でやっぱりそのアクションを起こすこと、うんうん、ドリブルでもその例えば原口であれば、はい、もっと違うプレーができたと思うんですね。うんうん、なのでその人を探すよりもスペースを探して出てったりだとか、うん、それをやっぱり。 個人的には優先させてもらいながら数的優位を作って突破してくるのがサッカーなのでうん、うん、そ,それに基づいて自分が、うんえー、最も得意なものを使って、うんはい、その局面を。 突破していく、そういう能力が欲しいなと思います、それがパスでありドリブルであり、コントロールであり、ファーストタッチで抜けることであり、ねロングパスであり、そういうものをとにかく自分の武器を磨いて、認知して使い切ることっていうことが大事かなと思そうするとやっぱり子供の時から、ある意味ではその自分の武器をねどれだけ伸ばしていくかっていうことですよね。 ここはこうやれよとかさお前、これしかできないのかっていうようなことも往々にしてあるかと思うんですスケさんね、今の子供たち上手くて多分、ールの中で6年生、5年生の中だと僕、多分ドリブルとか一番下手だと思いますんででも彼らにできないことを僕やって代表になってるんでそれは自慢ですけどちっちゃいですけど。でもやっぱ なんですかねメッシってやっぱり、どうさだったかなと思うと、やっぱり自由ではなくても、与えられた数的不利だろうがなんだろうが、突破していくことができる選手なので、それを縛らなかったことが一番、彼の中で自由を与えられても、本当に苦しい自由だと思うんですね、でもそれをやっぱりできること、努力をすることによって、そうなっていったのかなと思いますので。 そうすると子供の時ににこの子はメッシになれるとかクリスチャン・ロナウドになれるとかそういうところを見極めて伸ばせるのかあるいはそうじゃない選択肢というかもう少しこういうことも覚えないとこの子は先行って苦しいよねとかっていう判断を指導している人がしなきゃいけないと思うんですよねだから見極めがすごく大事で。 これもできるんだけどもっと強みはここだよっていうのをまあ具体的にいいポジショニングといいアプローチとスピードあるからもうインターセプトどんどん狙いなとか今、日本のディフェンスラインってたくさん欲しいわけじゃないですか強い選手は。だから僕は結構後ろの子たちとかあのそういう可能性がある子はディフェンスに向けて少し。こう ストロングポイントを言いながら、うん、あのディフェンスになるようにアプローチしてますけどね、うん、あもちろんあの技術的な攻撃的なテクニックを持ちながらの子なんですけど。はは、うん、はいいいそううですよね、はい、まあやっぱりもう かつてだったらやっぱこう直線的な長いボールバーンと入っているうにそれを跳ね返せるかどうかでもってディフェンダーの価値は結構決まったけども今はもうそれだけではやっ,ぱりやっていけないという相手がどんなふうに動くのかって予測もしなきゃいけないし。 そのカバーリングだとか、はい、そこにアタックしているボールにアタックしている選手がいたときに、うん、それを見たときに自分はどう動くのっていうところもあるじゃないですか、はい、すごい難しいことだけどいろんなことを予測しながら先に動くっていう,そう、ね、そのボール触らないんだけど動くだけっていうことをどれだけ判断できるかそれってやっぱりこうそういうことがあの見てて ボールサイドだけないとこうちゃんと見てくれる人がいないと教えられないよねいそうか、はい、あとはその、うん、やっぱり日本人はボール、オン,オンの時は結構うまいですね、ボールを持ったときは。でもそれプラス、うん、オフの時の、うん、え中盤でのまあこう七海や中田っていうのは、はい、そんな体がないんですけど、うん、スピードも。 うまくマークをタイミングよく外していつもフリーになってる感じになってるその状況を作ることとあとフォワードの選手はやっぱり狭いスペースの中でも昨日の試合昨昨日日ででいいんすかねの試合だと背後取れ、背後取れってやみくもにやれないですよ、スペースなかなか取れないので突破の動きのテクニックをしっかりつける狭いスペースの中でもね。それがオフの まあ、テクニックをしっかり身につけることと動きながらでもボールを止めれるうん、うん、で、枠にゴールを流し込めるテクニックっていうものをやっぱ同時に子供の時からつけなきゃいけないと思うんですね。そういうところがやっぱ久保,久保君がバルサで教わってきたり今、レアルで活躍している中井君かな拓宏、うん、君が十、はい、4で頑張ってますけど、うん、そういうのが。こう、うん やっぱりスペインで身につくってことは日本人にも可能性があるのでそうですよね我々指導者にもできるっていうことだと思うんですよだからそこを目指さないと我々はいけないのかなと思うんですねやっぱりね止まって受けるとかそういうことってあるんですけどあるいは動いちゃいけないときもあるけどだけど動きながらボールを受けて動きながらボールを出してっていうことができる選手ってあっ すごいなと見ててね、うんうん、やっぱゲーム普通に見てる中で。ああ、やっぱこういうこと、がこの人はできる。だそれができるんだったら。うん、それより一歩前の技術の部分ってできるはずなので。そうなんですよね。う,う,うん。そう。いや、でも。サッカーは奥が深いからさ。で,ね、で、今、やっぱ、ななみさん。 とか中田さんの名前が出ましたけども、はいはい、本当にねうん、うん、フランスのワールドカップ見た時に中田選手のボールので、うん、マークもその時は有名だからフェルージャーでもガ,ンガン活躍してるもんでうん、うん、マークついてるんだけどそこ外して相手と相手の間に入ってパスを受けてる。る、うん、その外し方っていうのがやっぱりすごい巧みなんですよねつまり彼は体が強いだとかあパスがすごいとかいろいろ言われてるけど、うん、そうじゃない部分に。 まず自分のプレーができる状況、はい、ボールを受けるっていうことがやっぱできるっていうの,あのマークを外すっていうことはやっぱりスキルなんでそのテクニックがやっぱりた、うん、けてればたけてる方フリーになってそうです、ね、状況をよくして、ねうん、あの中盤ってやっぱり数的ブロック踏まれると数的不利な状況になるんですけど本当にフリーでキュッと前に向ければ。うんうん ディフェンンスライ4枚いてもいい選手が岡崎みたいな選手がいればスルーパス1本で取れますもんね本当にそういうふうに今、いろいろ吉田さんにお話を伺ったけどもそれを意識してサッカーを見ていただくと。 このゲームが面白いのか、この人がすごいのかとかっていうのがわかるしそ、ねね。そう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 、うん、もっとこうした方がいいとかね、うん、そういうのもわかるんじゃないかなというふうに思いますよね。ななみなかっていうのは、やっぱり時間作れる、ねうん。そうですよね。フォドはやっぱり準備する時間だったり、うん。そうですよね。ななみ選手は本当にあのー、やっぱり。 ボールを受けるときにもう絶対相手がマークに来てるんだけど、はい、そのマークはどっち側にいるかによって、はい、自分はこっちにトラップするよって見せかけながら反対にトラップしたりとか <laughs> そういう、ねはい、ところができる。はい、っていうのは、はい、彼は、ね、その高校選手権に出たときに、はい、結構、ね、いろんな人からナミって強いマーク行けば潰せるよねっていう風に結構言われたのよ。うん、だけど 彼は順天堂大学でも頑張りなおかつ、ジュビロに来ても、ね、ずっと活躍をして代表になってってやってるわけじゃないですかそれは彼は自分が背は、まあ、ある程度はあるけどもでも、そんなに強くはない選手ですよね。 でそれをどう補うかっていうことを考えてサッカーをしているっていうことだと思いますよねだから、いろんな人がいろいろ言ったけども彼は代表になりさらにもう今、ジュビロの監督をやってるわけですよ、ね、素晴らしいと思いますだから,ら、ね、やっぱ考えるっていうことがで、うん、ですね大事ですよ、ね、や,やっぱりそのナミのすごいところは、うん、あのサッカー一人ではないので。うんで ラインから言うとフォワードとディフェンスラインの真ん中でプレーするわけですよね、やっぱりフォワードをうまく使うわけですよ、自分が動くことで絶対フォワードと重ならないアングルを作って角度を変えながら重なったら重なったでちょっと動くとボールを受けれるところがあるんですよ、だから周りとの協調がうまいんですよ、ラインをうまく使って。 自分が生きるっていうすべをしているので、フリーになるすね、僕に着くと、縦パス入っちゃうよっていうところに立つんですよ。ななるるほほどどねそうかで、縦パス嫌だから、ボランチとか消しに行きますよね、縦パス、フォワードに帰らないように、危険な選手そうすると、菜波はフリーになって、るちょっとさ、論理的なんですよ、なんだろう。 吉田さんにいろいろ解説してほしいなって俺は今思ってますね僕 J3 解説してないんでに。やっぱり見ながら教えてもらえるとすげえいいなって思っちゃうた今すごいわかりやすくわかりましたすごいわかりやすいですそうですよね こんな感じであの子供たちにずらしはこうやってやるんだって教えてあげるとラインがサッカーにあるのはなんでっていうことがちょっとわかるんですねだからフォワード見なさいゴール見なさいって言うんです、ね、必ずこうジグザグになれっていう。で相手見て コアドのパスコース消しに来たらフリーになるでしょっていうちゃんとロジックがあることを教えないとすごいなこれキャリアすげえレベルアップするよねよもう吉田作監スクールから FC キャリアからもうすごい感じになってくる子供たちがちゃんと伝わってるかどうかですね僕の言葉がこうどんだけ言葉言葉選びが非常に難しくてですね今すんごい若手やすいお話ししてくれてるからじまあちょっとね この番組はカバ放浪壁なのでこ、はい、<laughs> の <laughs> 飲みながらやってるんで。で今ね、飲むのすっかり忘れてた。で、飲みながらやってるので、うん、だからこそ吉田さんがたくさん喋れる、うん。<laughs> <laughs> 普通にスタジオだったら、もっと無口だと思う。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に、まあ、でも、本当にね、あのー、これからね、やっぱり日本のサッカーどう育っていくかっていうのは。うんうん 子どもたちの,その育成年代って、はい、まあ前からそう言われてるけど、はい、今、その代表チームとか J リーグ見てると、はい、より一層大事なんだなっていうふうに思うだからなんていうのこうだって思い込みだけではなくて、はい、すごくこう柔軟な感じでね、うん、指導者が見てくれるということが大事だと思うので、はい、ぜひ吉田さんには今後も頑張っていただきたいと思います。はい ということでまた来ていただきたいと僕は本当ですね。あの来月そうだからねもうね時間があったらねもうぜひ来ていただいて次はね三週分ぐらいやったいや一ヶ月行きます一ヶ月行きますあそうですか十分ですこれは大変ですけどはいすみません今日はどうも本当にありがとうございましたあい本当楽しかったですありがとうございまさんでしたありがとうございました。 ということでこれだけ話を聞くとですね代表の監督こういう人にやってもらった方がいいんじゃないのっていうぐらいの感じがしますよねやっぱり理屈が全部こう何て言うのかな整合性があるというかしっかり分かってらっしゃるというか最近あんまこういう話もテレビの解説にはあんま聞かないんでなるほどすごいよかったなと思うんですけど今日は特にねあの 先週と今日サッカー大好きな方に聞いてほしかったなというふうに思いますけどまた吉田さんにはねワールドカップイヤーなんで来てもらいたいなというふうにそれで、はんなりさんでちょっとお寿司が今回出たっていうことですねまた大将がちょっと紹介してくれてるのかなちょっとそれ聞きましょう。かサラととクエモンコイがですね サワラとクエとモンモンビはいもうっちゃった。クエこの間にあの大葉が入ってますので結構さっぱり召し上がれると思いますはいクエってクエ高級魚ですそうですそうです今回12キロへそうの半分です半身をましたこれさどどこのクエなんですかねお前崎お前崎はいお前崎って今養殖はやめてるんだ養殖養殖してる前クエ

美味しいよね。ちょっと、あれですボリューミーすぎますよね。よ、大まだ、これから。第五弾ぐらいが、はい、わりました。よろしくお願いします。はい。ということで、クエの握りをいただいたりして。触らないです。うまかったしね。あの、料理屋さんで、まあ、お寿司を握ってくださるところって、最近時々あるんですけど。なかなか皆さんね。 うまいなと思うんですけどね。そうそうそう、まあ、ネタも吟味されてますし、握りもとってもいいなって思って。そう、だから、また、はんなりさんで、いや、ちょっと、おしに行ってくれるかなって、あの、おっしゃれば。ね、うん、ね、シャリがあるときはやってくれる。シャリがある。そうだよね。そりそう、酢飯がなきゃできないんだよね。お寿司屋さんじゃない。そうだよね。常にやるとは限らんということで、そういうことか。そうか。 そうだよね。この間大賞の方からまあね、送ってくれてるわけだから。そうそうそう。うんうん。ということで、あの十二キロのクエの半身を買ってきたという正直な大賞でございます。言わなきゃわかんない。今日はまたあのあれですね。今週というかハンナリさんで収録を。今次のゲストはい。はい。晩ご飯のオーバーヒロシさんとニコルさんということでコンビに来ていただくことになります。ねどうなることやら。どうなるんだろう。はい。 ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン花粉知恵袋いいよねこのスタジオ向こうから、ね せーのっていうのがねかすかに聞こえてくるねかくるんトークバックがないのにも関かかわらずだよはい、えー ということで花風ちび袋でございます。えどんな相談ごとでもお待ちしておりますので、ちょっと今日はね事前に僕メール見てないので、内容一切分かってませんので、もう本当に即答、即答、即興で、その方がね考えなくても大丈夫ですから。はい、静岡市水区のラジオネーム山川サバオの妹、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、啓介さん大作さんこんにちは。はい。 プロ野球が開幕しましまた開幕と同時に我が家は4月から9月だけスポン一を購読します。うん、毎晩テレビはプロ野球、うんうん、でリモコンを持ったまま動かない旦那、うんうん、監督並みにブツブツ言う旦那、うん、デーゲームの日は録画して夜見ています。こんな生活がこれから続きます。 見るのは嫌いではないのですが、うん、たまには他の番組も見たいのです。花粉、うん、さん助けてください。<laughs> ちなみに旦那は大の阪神ファンです。ということやな、ね。山川サバの妹さん、はい、ちょっと前はなんすか？旦那さんが禁煙するだしないだ。ああ、あったね。うん、仲、ねうん、悪いの。どうなんですかね？<laughs> あの？<laughs> 夏場は特にくなないいじゃですか半年間野球やってる間は旦那さんいつも泣いた見てねで全然その彼女見たい奥さん見たい番組は見れないということなんだよね大体デーゲームの時だって昼間録画しといて仕事から帰って夜見るんだからテレビもう一台買ったらいいそれが一番いいなんか圭佑さんの車の中に一台あったじゃん。 あれ,あれアナウンスアカデミーで使うようにあのモニターとしていつも車の中に持っててそうそうあれで DVD をつないだりとかそれからあの携帯をつないだりとかしながらいろんな映像を見てあのアカデミーで活用させていただいておりますけれどもそうそうだよね今そんな高くないもんねそうだよね。 おその方が仲良くできるんじゃない。うん、でも違う部屋にしないとうるさいよね。まあ、もちろんね。ええ <laughs>、ね、そうですよね。そうすると、まあ、家庭内別居的な感じになる可能性はありますよね。うん。うん。うんうん、まあ、しょうがないですね。の。テレビの、その、例えばね。うん、一緒にテレビ見るときに、二人とも同じもの見たいっていう感じですか。<ー>大作さんとか。いや、うちはね、うん、だ最近テレビを見ないですよ。みんな。<laughs> そうなんだ。本当にうちもね、僕もそうですし、うちの奥さんもそうだし、まあ子供もそうだけど、意外とテレビ見なくて。あそうなの。ん。なんならね、あのあの何？ネットで、ネットでおのの好きなものを見てる。あなるほどね。今結構ネットあのアプリでね、いろんなものが見れたりとかするので、そうするとなかなか本当テレビ局も大変だね。大変ですよね。だってニュースだっていろいろね、あの。 前は例えばその文字情報的なニュースっていうのはいろいろ見れたけども最近は動画のニュースもずっとやってるチャンネルがあってアプリで見れてっていうのがあるからそうん、うん、ねもねもう本当テレビは見ないですねでラジオなんて言ったらもっと聞かねえいね、うん、ひどいねラジオやってて。 <laughs> 本当にこれよくスポンサーになってるもんだと思いますけれども、あサトさんちは一緒にテレビ見るのすごい仲良さそうな、う良さそうだよ,、ね、いいんだよね。もう趣味もばっちり合ってるってこと？首かしげて。<laughs> 合わせてるの？合わさせてるの？合わさせてるでまだ新婚さんでしょ？新婚食べたみたいよ。なんかなんかねお店行ってもなんか。 こう、カウンターの人は手つないでるし。るやめな、そういうこと。馬鹿野郎だよ。<笑><笑>本当に。ね、まあ、そういう方もいらっしゃいますんで、山川サボの妹さん、とにかく、うん、あの、まあ。いろいろフラステレーション貯めるよりも、うんあ、あの、新しいテレビ、ちょっと買ったもいいよね,ね。そうね。まあ、それか、うん、本当にも野球好きになっちゃうか、ですよ。 <laughs> でも何年もさ夫婦生活何年も毎年出すこの状態なんだからさもう無理なんじゃないの無理,か無理だと思いますけどねそ最近はそうプロ野球始まったんだけど結局その BS とか CS とかでないとなかなか逆に試合開始から見られるんですけど、うんうん、そ普通の地上波民放ではなかなかやらないじゃないですか。もうね,最近ねそうなんですよだから、うん なんかね、それと大谷がすごい活躍してるんで大活躍めちゃめちゃもう2勝目上げたしうん、うん、この間12三振も取って1アンダー。うんうん 1> 1 でね7回1安打で2勝目上げて完3試合連続ホームラン打ったんだよねそそううでこの間水曜日どうだったんだっけって今水曜日に収録してるんですけど今日の午前中やってたんですけどちょっと確認で移動中で分かんなかったんですけど今日は控えじゃなかったそうベンチスタートだったのそうなんですよなんで出さんよとかって思いながら見ててであの要するに今日は静岡から浜松の方に来たのでそああもう出かけなくちゃいかんとか思ってそう 一打席も見なかったんだよだから今日はね<あ>まだ出なかったからそ,かそ,かそうなんですよ、うん、そうまああのでも野球ってもういっぱい楽しむところもあるので、うん、ぜひ山川様の妹さんもですね、うん、こう見たらいいんじゃないかなと思いますけどね,ね、うん、はいじゃあ野球を好きになりなおかつテレビも一台買ってください、はい、買いましょうと、はい、いうことでよろしくお願いいたします。はい、花知恵袋のコーナーナででしたそれでははいはい、今日もう一曲 うん、1888年明治21年に日本初の本格的なコーヒー専門店カヒチャカン。うん サカンですかね。<ー>そういう名前のお店が東京下町の黒門町に、えー、開店したということで、えー、ちょっとその絡みでね、はい、コーヒールンバをかけようと思ってたんですけど、うん、井上陽水さんのコーヒールンバも西田さちこさんのコーヒールンバも見つからなかったんです。すいません、私の努力不足なの頼んでいろいろ探したんですけども <laughs> ダメで、それ探してるうちにね、うん、あの小林さんさみさんの初恋のメロディが見つかって、うん、実は僕は高校一年の時に 小林あさ,みさんデデビューーしたのののが初恋のメロディーという曲なこの人一回やめてその後、うん、あのア、ー、マショパン」の調べで再デビュー的な形で、うん、あのヒットしたんだけど、うん、だからアイドルとして最初にデビューした頃、うん、その「初恋のメロディー」の時に沼津に来たのよ。 おおすごいそれ見,見に行って「うわ東京んだの女の子こんな綺麗なんだ」とか思っちゃって <laughs> ですぐにファンクラブ入ったのは僕だけじゃなくて結構うちの高校から<ー>見に行ってたやつが結構ファンクラブ入っちゃってて、ねうん、そう,うん、うん、僕も入ったんですけどそんな思い出のある小林あさみさんの1972年のヒット曲です「はい、初恋のメロディー」ー。ウエスター いや小林あさみ可愛かったなってもう一回言おうと思ったら大坂さんの声が出てきちゃいましたねこの頃ねエチケットライオンのコマーシャルをしたのよ小林あさみさんが。知らないでしょ、うん、でライオンが提供についてる番組だからこの頃だと8位で全員集合とかにもついてたの<ー>でその提供についてる番組を探してみて、うん、コマーシャルを見さた結構。 エチケットラインのコマーシャルみたいすげえ可愛かった、ねそはい。それだけの話です。ですね、歌には全然コーヒーが出てこなかったですけどね。うん、関係ない、はい、関係ないです。うん、はい。さて、えー、っと花のプレゼントのコーナーなんですが、今日特に、はい、あのー。 どこどこにプレゼントしてくださいっていうのは来てないんですけども、はい、先ほどの山川三郎の妹さんがですね。うん、えっと、先週はハーバリウムについて教えていただきありがとうございました。あの、こうなんていうの、あのビンビってみたいな、ねうん、あの、よく理科室に。あれ違うか?うん。まあ、ちょっと違う。違う <laughs> もっとおしゃれなああ、あれアルコールつけたなんか色のね、うんうん、はい。<laughs> <laughs> <laughs> はい、誕生日の。 友達にプレゼントするため、早速手続きをしましたと。とはい、ご注文をね。いただきましたよ。あそうはい、すげえうん。すごいね。もちろん楽天市場のソイルフラワーさんにお願いしました。書いてあるもん。もう、はい、ありがとうございます。すごいな。皆さんもあのハーバリウムぜひ、はい、ね。そう、うん、えっとこの間。 あそこにあるってもね、名湾の矢島さんとかね、のあのなんだっけ、ランターというかあの会計するところでね、にも置いてあるんでね。ぜひまたね、あのどんなものっていう方はまた見ていただいて、はいプレゼントに使いますので、はいおしゃれなんで、おしゃれなんで、はいということでねありがとうございます。あのこれ毎週ね、あの花あのリクエストありましたら、あのプレゼントしますので、あの 例えば日が決まってるんだったら何月何日とかでもいいんですけどもどなたにプレゼントどこの誰にプレゼントっていうのをぜひ書いていただいて送り主の方はご自分のお名前とか連絡先をいただきたいのでそれで申し込んでいただければねすお送りしま旧浜松市内と豊橋市内ということでねちょっと配達の都合がありますのでそのエリアはちょっと限られてますけれども一つよろしくお願いいたします。 またねあの番組のサイトにもね詳細書いてあるんで、そこちら見ていただければね。番組のサイトねぜひ皆さん見ていただければと思います。ヘイウエスタンで検索。はい。ヘイウエスタンで検索。はい。カチって落とし。すいませんね検索って言ったらちゃんとねマウスをちょっと触ってクリックする音が欲しいですね。はい。ということなんですけども、あの今日はあのエオープニング明けでも。 でちょっとお知らせをさせていただきましたけれども、花粉車ソイルフラワーズさんからですね、はい right. 花の日についてのお知らせです。そうですね。サイドはいとねえっとどう連絡初めてだっ。<laughs> えっとね5月いっぱいですね。<ん>あ,あごめんなさい4月。 4月いっぱいまでに、はいえー、当店、えー、豊橋にあるソイルフラワーズにご来店をいただいた上で、うん、ラジオを聞いたよって言っていただけましたら、うんえー、母の日用商品すべて10%オフでご提供します。はい <laughs> で五月入ってからはね、はい、あのちょっと落ちて五パーセントオフになりますけども、うん、それでもお得なので、うんうん、あの母の日のお花のご注文、うん、ご予約をね、はい、なるべく早めにあのご来店の上していただければいいかなと思います。心のこもったですね、うん、母の日のプレゼント、やっぱりいろんなプレゼントがあると思いますけれども、はい、基本 まず母の日ってお花っていう、うん、ところ皆さんね思いつと思うんですね、うん、で毎年こういうお花をあげてしものもなんかこういうプレゼントをあげてるんだけど、うん、っていう方はぜひねあの一度このソイルフラワーズであの今までと違うお花というかこれをねあのやってみていただきたい4月30日まで10%引き、ねはい、5月1日からも5%引きと。 これはね、はい、お電話とかではなくご来店の上ラジオ聞いたよ、はい、ラジオ聞いてるよっていうのをね、はい、あのうちのショップのスタッフ可愛い,い女の子がいますんで<お>言ってください。したら、うん 割引がもうお花のさんにお花のように可愛いですねあのスタッフがそうですようち可愛い子しかいれないんでそうですね自分で面接してんだもんねなんかちょっといやらしい感じがしますけどね社長ちょっと社長の趣味なんだよこのかはいえということで一つ皆さんよろしくお願いいたしますはい待ちしております今週もお時間になりました来週は晩ご飯のがゲストにきますはいこの番組は浜松豊橋のお花屋さん花風舎ソエノフナーズの提供で お送りしましまた。それではありがとうございます。